みなさん、こんにちは。ジョシュア・ウッドです。そして、この動画は僕は日本語を学びます方法についてです。僕は2016年11月に iTalki アプリをスマホにインストールした。そして、3ヶ月前、この月、2017年2月で、2つの日本人は僕を見つけた。そして、1つはとても忙しいです。彼はカリフォルニア州で大学に留学生です。そして、あの他の人は、最も忙しいじゃなくて、とても忙しいじゃなくて、そして彼は高校学生です。そして、僕も彼に英語を教えます。そして、でも、僕は良くないって、僕は教えません。そう、僕は4つの授業をお紙に書いた、脚本書いた。そう、それはそうです。We'll see how things go so far. And wish me luck.